こんにちは、こんばんは。ココアートチャンネルへようこそ。動画をご覧いただきありがとうございます。今日は久しぶりにリフトアップのお話になるんです。もうちょっといろいろ作ってるんですけれども、ちょっと被る部分もあるんですけれども、ちょっと視聴者さんにすごい情報を教えていただいたのでシェアしたいと思います。リフトアップにこの側頭筋がいいですよっていうお話をしたことありますよね。そして目のくぼみの時にこうやって目を押さえて眩しい顔とかしてくださいとか、押さえてマッサージしてくださいの話もしたんですけれども、それもそうなんですけれども、よりちょっと即効性を高めるための方法を、これをプラスしたらもっといいですよって視聴者様から教えていただきました。ビデオ付きで教えていただいて、ぜひ皆さんにシェアしてくださいっていうことなのでシェアしたいと思います。ココアートチャンネル。まず側頭筋マッサージ、もうね、前もいろいろ言ったんですけれども、この時に息を吐くとより効果的っていうんですよ。ぜひ皆さんこれね、メイクの前にやってみて、私半信半疑で本当と思いながらこの流れでやってみて、一日ちょっとメイクをしてみたんですね、撮影があって。そしたらよ、そしたら引き上がってた一日なので、ぜひ皆さんやってみて、今までのでもいいんです、寝る前でも。でもこれぜひね、今日皆さんにシェアするこのマッサージ法はぜひメイク前にやってみてください。朝やってみてください。もちろん寝る前でもいいですよ。寝る前にやって寝ると翌朝顔がスッキリしてるから、ぜひやってみてください。まず側頭筋マッサージは前と同じで大丈夫です。前と同じでこんな感じで、やたらめったらむやみやたらに頭の側頭筋の周りとか、この頭頂部とか、とにかく頭の筋肉とか膜をほぐすようにマッサージをするんですけれども、この時に吐いてくださいって、ここが加わるの。吐いて、こうやってやる時に、ね、吐きながら側頭筋、どこでもいいです。その時によっていろいろ場所変えてみてください。特にこの落ち武者ラインよ、落ち武者ラインを吐きながら、そして吸う時に、わかります、この感じ。わかりにくい、わかりにくいですか。マッサージをしながら吐いて、吸う時はリラックスをしてストレッチ。どこでもいいんですって、ストレッチは。これだけなんですって。これだけでも効果が大きく変わるのよ。皆さんやってみて。マッサージは吐きながら、吸う時はリラックスしてストレッチ、いろいろなところの、そして吐きながらマッサージ。これを10回ほど繰り返すと、本当に顔のむくみも取れるし、リフトアップにもなるし、スッキリしてくるので、ぜひやってみてください。それでも目の周りが気になるっていう方は、その後にこの前やった目の下押さえて、上を見て、左右に眼球を動かす。あまり強く押さえたらダメですよ。軽く押さえて眼球を右左と動かすと。そしてその次は耳ほぐしなんですって。ここにも老廃物が結構溜まってて、血流が滞るということなので、もう優しくむやみやたらに耳を触ったり、引っ張ったり、つっついたり、ツボを押したり、裏を押したり、ほぐしたりしてください。耳って冷たいのが当たり前じゃないんですかって思ってるじゃないですか。冷たすぎるのは良くないそうです。血流、この辺の血流が滞ってるっていう信号なので、1日1回は耳をほぐしてくださいと。先ほどの側頭筋マッサージでもキュッと引き上がって、この辺がスッキリすると同時に、耳をマッサージするとまたこの辺がファーファーファーってスッキリしてくるのがわかるの。やってみて。もうすごく滞ってる方は効果が出るまでに1週間ぐらいかかると思うんですけれども、毎日やってると1週間目ぐらいから、あれ？あれ？引き上がってる？私。あれってなってきますよ。二重幅ちょっとあれっていう感じになってくるので。そしてその次は眩しい顔して、あ、いいんです。
眩しい顔してアイン。余裕があったら軽く引っ張って眩しい顔してアイン。軽く引っ張ってアイン。そしてこの辺も優しくほぐすと。でそこまでしたらまた側頭筋を吐きながら、そしてまた耳とか、こういうことをね、なんか順番こうしないといけないじゃなくて、もうむやみやたらでいいので思いつくままにこの辺のことをやってみて、ただ側頭筋するときは吐く、吸うときはリラックスかストレッチみたいな感じでちょっとメリハリをつけてやってみてください。特にメイク前によると一日の効果が変わってくるので、顔がむくみやすいとか、目の下にたるみがあるとか、リフトアップとか、ゴルゴ線とか、この辺のもたつきとか悩んでる方はぜひちょっと諦めないで、諦めないで1週間やってみて。私の側頭筋マッサージでも効果あったっていう方が数々いらっしゃると思うんですけれども、その方もこれプラスしてこの視聴者様から教えていただいたこの方法でやってみて、さらに効果が出てくると思いますよ。ぜひお試しください。はい、ということで今回は久しぶりに顔面エクササイズの新しい情報を皆さんにシェアしてみました。いかがだったでしょうか。またこんな感じで新しい情報が入ったら皆さんにシェアしていきたいと思うので、これからもよかったら動画見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もお願いします。最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた。今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。ちょっと最後に皆さんにお願いがあります。私の初期の画集に大変お問い合わせをいただいてるんですけれども、もうどちらも絶版で手に入らない状況で、それでも毎日お問い合わせいただいて、もうごめんなさいを言うのがすごく心苦しくて、そんな時に視聴者の方がふっかん .com というサイトを教えてくださいました。もう絶版になって手に入らない方をリクエストが多かったら、ふっかん .com が出版社で掛け合って復活させてくれるという、そういうサイトを教えていただいたので、動画の下の説明欄に貼っておきます。よかったら皆さん投票お願いします。動画のタイトルをクリックまたはタップで説明欄開きます。そこのふっかん .com の URL 両方のリクエストページ貼っておきますので、よかったらログインが必要ですけれども、お手数ですけれども投票していただけたらありがたいです。応援よろしくお願いします。